I want to join Square Enix, but some mistake. 前回のあらすじ、アーガイル火山で、破壊神が復活してしまいました。そしてその復活に伴いリブジナル連邦の王は自ら崖へ身投げしてしまいました。一体この先どうなってしまうのか、世界はどのような事態に陥ってしまうのか、ちょっと噛んだな。コトルたちはその飛び立った破壊神を探しに行くことになるのであった。いやマジでその破壊神どこにおんねんやろな、全然見つからへんやな。 あこんなところにいた、じゃあ戦います。破壊神ラプソディアが出現ということでして、はい、ボスです。初っ端からボスなんですが、ちょっと特殊なのが、このラプソディア戦ね、数回に分けて戦闘することになってます。でここでまあ1回目の戦闘です。とりあえずまあ戦って、なぜこんな敵を作ったかというと、強い、ちょっと説明してる場合ちゃうわ、これ普通に強いわ。これ大丈夫、勝てるかな。4000グロムダで8000。強すぎじゃねえか。まあ多分勝てると思うねんけど、2万の HP を削ると次の場所に飛び立ってしまいます。でこれを数回繰り返して合計13万の HP を消費させれば、破壊神ラプソディアの撃破が可能になるんですが、一体なぜこのようなものを作ったのかというと、ファイナルファンタジー7のアルテマウェポンっていう、まあ、裏ボスみたいなのがおんねんけれども、そいつを倒すには世界各地を飛び回って、逃げるアルテマウェポンを追いかけて、なんか結果的に10万のダメージを与えたらええんか、なんかそこは忘れたけれども、っていうのを繰り返していくとアルテマウェポンが倒せるっていう、まあサブイベントみたいなのがあってんやんか。まあ、それをちょっとこのソウルレジェンド5にもパクらせていただこうかなと思ってパクりました。破壊神ラプソディアをそのアルテマウェポンのような立ち位置として、作りました。でこれ次2回目やねんけど、2回目の戦闘しに行くんやけれども、どこにおんねんやろな、もう全然わからんわ、これ探すんが大変やからな、一体どこにおんねんやろな。まあとりあえずゆっくり探していこうか。あ、おったおった、うわなんて偶然なんだこれは。バトルメンバー変えようか、さすがにな、プリュレイレアな、これ死ぬな。でこれA ボタンで話しかけたら戦闘になります。また破壊神ラプソディアが出現。これとりあえず繰り返すだけです。でも強いけれど、攻撃力高いけれども、まあ2番さえ減らしたらどっか飛んでいくんで、それを先に減らすっていう目的でやればそこまで苦戦するものでもないとは思ってんねんけど、一応マギでセイラ魔法力上げとこうか。リンはとりあえず気合でマギで魔力を上げまして、セイラがグロムダで5300。まあいい、聖なる神秘、強すぎるわ。強すぎる、あいくらなんでも強すぎるわそれは。ああどうしよう、一応蘇生魔法あるから使うか。なんぼ蘇生するのに716、まあまあまあいい数値やな。5000、これでおおよそ1万人ぐらいダメ。もう次のターンでどっか飛ぶなこいつな、多分な、僕の計算が合ってたら。強い、これ。あ、オッケー、飛んだ。で、宿屋行こう、あ、宿屋行かんでっか。このまま、リチェリーで回復すれば、ええんか。めっちゃブブブって拒否されんねんけど。さあ、次、どこにおんねんやろな。もう全然わからんからな。どこにおるか。あ、おった、うわ、また偶然見つけちゃった。すごい自分。え、なんでこんなわかんねんやろ。やっぱ僕、カプコンなんやな。イニシエのバイオハザード RE4 の実況ネタを挟んでみたもののね、誰がわかんねんっつうねんな。
とりあえずもう普通に攻撃やで、ベジタちょっとやってみようか、どれだけダメージ与えるか。弱点とかも特になかったはずやねんけどな、こいつ。ピラミッド、うん、まあまあまあ、うん、強い。あ、マギで魔法力上げたらよかったな。ちょっと待ってよ、これはどうしたものか。リチニダでリン回復しといて、まあそこまで2万減らすだけだから苦労する。うお、いや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 、そんな奇跡ないって絶対1404ある HP の中で1403食らわせるってすげえな、お前持ってんな。いや別にこれ、あの聖なる審判って残り HP を1にするわけでもなんでもないのに、 HP 残り1になったってすごくない？え、これ持ってんな。僕普段から神社に通い詰めてるだけのことはあるわ。マジでさ、視聴者のみんなも一回神社行った方がいいで。賽銭投げてパンパン手叩いてな、ちょっとお祈りするだけでこんな出来事が起こんねんで、素晴らしいと思うわ。うん、どこやったっけ。あ、おったおったおった、ここやここや。でここで4戦目です、破壊神ラプソディア。ここもうとりあえず能力値は1回目から4回、え、1戦目から4戦目は変わりません。で最終の5戦目の時だけ若干強化入ってます、 HP の方が。あ、ステータス値どうやったかな、強化入れとったかな、そこら辺ちょっと忘れましたけど、まあ戦ってみてあまりにも強かったら修正するかなと思います。6300か、強いな。でまあこんな感じで攻撃を繰り返せば、全然問題のないボスなんですが、まあ、多分初見の人は絶対にどこに敵がおんねんってなると思う。こいつどこに行ってんってなると思う。一応救済措置として分かりやすい目印を至るとこに置いてたのはお気づきでしたでしょうか。ここね、キーが4本立ってます。これ4戦目っていう意味です。でここキーが2本立ってます、不自然にね。でこれが2戦目っていう意味です。まあ、こんな感じで冒険をしとったら至る所にこんな不自然な木がね置いてるんですけれども、まあこの不自然な木に気づいてた方がいたら、もうそれはもう正真正銘のソウルレジェンド5ファンと言っても過言ではないですね。数々の RPG をプレイしてきたか、え、いや数々の RPG をプレイしてきたからこそ分かるこの違和感、これに気づけるか気づけないかが凡人か超人の違いですよ。で最終どこやねんっていう話やねんけれども、最終がねここになってます。これに関しては全くノーヒントです、僕。ちょっと待って、回復するな。さあ勝てるかな。ここが破壊神ラプソディア最終戦です。ここだけ最大 HP こいつ5万になってます。まあ普通にとりあえずやってみて、あまりにも強すぎたら修正入れるけれども、どうやろうな。プリュレ、リチェニギャオ連発でなんとかなるとは思うねんけどな。デスアテンションで1200、まあ、程よいバランスやなとは思うねんけど、どう思うみんな。まあいいんちゃう、あの戦闘がすぐ終わるから短期決戦っていう面で見れば、まあそこまで苦戦するような敵でもないんじゃないかなと僕は思うねんけども、見ててどう思う。強いな、あの気合と闘志ダブル相乗効果でめちゃくちゃ強いな。これは恐ろしいことなんぞこの技は、気合で肩たかって、でリチェニダでザルバック回復して、これでまあそれなりにいい感じになるんじゃないかとは思うねんけどな。まあここら辺単体攻撃のレスターテンションを連発してるからまだ助かってるけれども、そう、まあデスアテンション使うって分かってるから闇の指輪を装備してもいいかなとは思ってんけど、まあ装備するほどのことでもないかなと思って今装備はさせてへんけれども、これやねん聖なる審判、これが強いねん。これが明らかにバランス崩壊しとんねん。いやまあまあまあ5万減らすだけやからいけるはずいけるはず、信じていこう信じていこう。あ、倒した倒した、全然余裕やわ。ということでして、破壊神ラプソディア撃破です。ちょっと違う違う違う、ちょっと待って、今なんかエフェクトグラフィック変わってた、グラフィック変わってた。 あちこち飛び回りやがって手間をかけさせやがった。森に落ちていったです。
お願いです。この森にちょっとだけ寄ってほしいです。ということで、森に寄ってほしいって言われましたが、そんなことより修正じゃ修正じゃ。え、これ向き固定か、向き固定でええんか。ということで、この森の中入っていきます。フェアリーフォレスト、名前聞いただけで、まあ、察しのいい人は察せるんじゃないかなと思ってます。そう、ここはあのプリュレがね、まあ、かつて住んでいたとされる森です。さあ一体ここにね、あのその今の破壊神が落ちていったので、まあ、ちょっと様子を見てほしいということなので、そのプリュレのためにこの森を見に行こうと思います。妖精の服、妖精の服って何やったかな。あ、ついでにバトルメンバー変えようか。妖精の服ってどんなんやったかな。あー、防御下がるけど魔法防御アホみたいに上がんな、すげえな。あ、もしかしてこれ妖精の服って、ああれか、魔装備か。普通に、いや魔法力下がっとるやないか。まあ、とりあえず、どうしよう。セイラに装備させる妖精の服。いや迷いどころやなこれな。回復役として魔法力を上げておくべきか、攻撃としての火力を上げておくべきか。いやこれセイラにしとこうか、一旦な。でついでにこれイニシエの指輪装備させてもっと火力を上げておこうか。あれ、イニシエの指輪、あ、お前が装備しとんのか。お前にイニシエの装備はあれや、豚に真珠やわ、いらんわ。まあ、ミスリルのコテにしとけ。イニシエの指輪はな、このセイラちゃんが身につけるに値する装備なんや。で、まあこのまま森を探索していくんやけど、こんな感じでアイテムがね、至るとこに置いてます。ここでしか手に入らないレアアイテムです。でこのまま正面行けば、まああの、まあ、本来の正解ルートなんですが、もう一回右に行きます。こ、誰や。あー、シルバリオとアルラウネか。どんな能力やったかな。まあ能力値としてはシルバリオはカーバンクの上位互換で、アルラウネは雲系やから多分俊敏性が高かったはず。あと特に印象はない。で2つともファイナルファンタジー12ルーブらへんからパクってきたはずです。確かゴルモア大森林とか、なんかそこらへんのモンスターをいい感じにパクってきました。さあ戦闘バランスはいかがほどのものか。まあまあいいんじゃない、タイダルハザード。ああ、ちょっと強いか、ヘドロ攻撃か、やらしいな、やらしい、罪よ。いやいやいや、強い。別に森か、森のモンスターやからって炎が弱点ってわけでもないか。結構あれやな、 HP でかいな。あ、暗闇じゃ、ナイス。おい、ナイス。全然ミスってくれるわ、ありがたいけど、ヘドロ攻撃意外と毒にする上に攻撃力も強いってなかなかややこしいな。こう経験値もまあいいんちゃうバランスで。こっち何やったっけ、こんな見つ、あ、ごめん、さっき宝箱から、あの宝箱取りに行こう。何入れたっけな、なんかフェアリーソードとか、あ、妖精の杖か。これはもうセイラに装備させるしかない。ここら辺妖精装備がやたらと手に入るから、うん、いいんちゃう、このバランスは。セイラ MP515 やもんな、だいぶ強いな。でこのままこっち行ったら何があったかな、何やここ、絶対取ってつけた後付けやわ。あ、ここか、はい、もう、あ、問題です。この先進めは何があるでしょう。これは買ったらすごいよ、天才やで。はい、正解、妖精の丘です。そう、ルキアです。そしてコピペです。これマップ完全にコピペやな、もういじる気力すらもなくしてるよな、このマップ構想はな。どうもこんにちは。殻に閉じこもったかのような真っ暗な世界、時々隙間から差す光が僕の目を覚まさせてくれる。誰にも邪魔されない自分だけの世界、自分が神様になってしまえば全てがうまくいくのに、私はどこまでも探し続ける。いや、聞いてくれてありがとう。今の歌の力を魔法石に込めてプレゼントするよ。
ここで歌うレベル5をもらいます。で、歌うレベル5、ここでレベル5っていうのはちょっと早いかなと思ったけれども、まあ、ここしか導入するタイミングがなかったんで。で、疾風のレクイエム、歌い続けてる間俊敏性が、やたらと上がります。あれね、どんな気がなんだ、999になるんやったかな、あ、忘れたけども、まあだいぶ強いです。さあ、ということで、これ魔法石レベル5、歌うテレ、え、歌うのレベル5を手に入れました。残り一つ、歌うレベル6がありますが、一体それはどこで手に入るのか、乞うご期待を。そしてルキアの運命はどうなるのか、そこもね、乞うご期待を。ぜひよろしくお願いいたします。すんげえ真面目、気持ち悪い。いや、僕自身さ、こういう人間性、こういう性格のこういう人間性やからさ、真面目に実況しても何にも面白くないし、気持ち悪いだけやねんな。で、次、ここの宝箱を取れば、これがフェアリーソードか。そうやそうや。これがね、あ、でもグランドソードもあるのか。どっちが強いんや、これ。フェアリーソードの方が明らかに強いわ。うん、装備させます。まあ、ここら辺、ほんま妖精装備が。じゃあ、あっちの右の宝箱はフェアリーシールドか。あ、これ草潜れます。ちょっと気持ちいいやろ、これなんか。あ、スプリンター。へえ、こいつもあれです。FF からのパクリです。もう F、ここら辺から登場するモンスター、なんなら前回、前々回もそうやけど、FF からしかパクってませんもん、ここら辺に関しては。いや、名前自体が僕、なんか、なんて言ったらいい、つく、造語っていうん、造語のモンスターをあんまり出したくないなと思って。だってさ、まあ、スライムが出てくるとするやん。で、スライムの上位互換でさ、スラリンとかスラスラとか現れたらおかしいやろ、なんかそういうわけわからん造語。それやったらなんか FF からパクってきたりとか、もうそれこそ、なんか調べて、なんかギリシャ神話のモンスターだとか、なんかそこら辺から名前を取ってくるぐらいの、まあ、ネーミングじゃないとちょっと僕の中では許されへんなって思ったところがあって、世界線といい、まあいろいろプライドといい、うん、プライ、何かプライドやってな思うけれども、一丁前に僕プライドを持ち合わせてますからね、このゲーム制作においては意味わからんやろ、こんだけパクっといて何がプライドや言うてな。だって僕、子供の頃からの夢があって、それがゲームを作りたいやんや。え、ゲームを作りたいって夢があってん、小学校の頃から。で、あの小学校の卒業文集みたいなのあるやんか。卒業アルバムの後ろの方に載せられるあの文。あれにも、作文にも、あの将来ゲームを作る会社に就職して、ゲームを作りたいですって書いてん。まあ実際その夢は叶ってないけれども。で、僕はその大人になって思ってん。僕はゲームを作りたいんじゃないと。ファイナルファンタジーを作りたいんやと。え、ここに何もない。あ、あるわ。で、ファイナルファンタジーを作りたいって思ったからこそ、この RPG スクールと出会って、そのファイナルファンタジーからパクリにパクリまくって、このソウルレジェンド5っていう作品を作り上げた。と言っても過言ではありません。なんなら5やからな。5作品目やからな。僕、盗作を5回してるからな。犯罪やで、これもう。で、これ、フェアリルとか、おお、強い強い強い。ええやん、ええやん。で、まあ、ここら辺で、まあ、ひとしきり装備を手に入れたということで、この森の奥の方へ進んでいきます。これ、今、ちなみに僕、これ、喋りながら考えてることっていうと、どこまで尺持たせようかな、今回、と思ってる。このまま行けば、いろいろイベントとかがあんねんけれども、どこまで繋げようか、話、動画進めようか、と思ってる。これは、マンドラゴラ。あー、もうわかるな。もう FF のパクリや。で、マンダゴラっていう名前自体はさ、結構いろんなファイナルファンタジーじゃあ RPG で出てくるような名前自体は結構有名やんな、マンドラゴラって。あー、炎属性弱点やからもう1万ダメージいってるもんな。意味がわからんよな、この RPG な。言うとくけど、また中盤やで、これ物語の中盤やのに1万ダメージ与えてるからな、意味がわからんよな。ちょっと僕は魔法防御力高めようか。ちょっとこの戦闘終わったら、ここのモンスター魔法防御高めてきます。あまりにも強すぎます、あの魔法が。いや、個人的にはえ、最大ダメージを9999に固定したいっていう気持ちがあってんけど、
やり方が分かれへんねんな、ダメージ上限値を設定するのが。だからもう1万とか平気でダメージ与えるようになってるけれども、で限界突破とか設定を作って99,999、まあファイナルファンタジー10みたいなことをしたいなと思ってたのに、ちょっとそれができんから、うん、しゃなしこれでいっかと思ってやってんねんけど。じゃあ一回戦闘させて一回戦闘させて、あのどれだけ強化いい感じに仕上がったか知りたい。 お前らかちょうどいい組み合わせやん。まあまずは攻撃でプラミギャオで攻撃攻撃で、まあ物理防御自体の方は上げてないから変わらん。おお、フルショックや、フルショックやフルショックっていうのが攻撃防御魔法力魔法防御全部下げます。おい7777って、めっちゃいいことありそうな。言うたやろ、神社に行けばこういうミラクルが起きんねん。みんな神社行け。結構いい感じに敵強化できてるんじゃないかな、戦闘バランス的にも。あの魔法があまりにも強いっていう状況はちょっと抑制できてるかな、うん、まあ MP 消費する技でだけあって、まあちょっと若干は強くはしてるけれども、まあそれを差し引いたとしてもいい感じの、まあ、バランスをインフレしすぎてないっていうのがまあいいところじゃないかなと思っておりますが、こいつのヘドロ攻撃マジでやらしいよな。うん、いいと思う、いいと思う、これでいいんちゃう。で、この先に進んでいきますと、まだ道があったな。でこの先に進んでいきますと、イベントが始まります。家がなくなってるです。そういえばここがお前の家だったな、懐かしいな。怪我をしているお前を見つけたのもここだったよな。そうです、あの時現れた魔物がこの森を燃やし尽くしてしまったです。ブリュレの仲間たちや他のフェアリー族は全員死んじゃったです。フェアリー族はもうブリュレしかいないです。熱いな、魔物はどこだ。早く消化しないとこの森以外にも被害が広がってしまう。あれは、おい大丈夫か。うん、みんな死んじゃった。ブルレム死んじゃう。俺が助けだ、必ずここから助け出してやる。だからもう少し頑張ってくれ。おい、しっかりしろ。おい、ザレバック、どこにいる。魔物を見つけたぞ。ここはもう危険だ。早く引き上げよう。断末魔めっちゃ苦手やわ、うん、出せんわ。あの時体を張ってザルバックはプルレのことを助けてくれたです。本当に本当にザルバックは神様のような存在です。あれ、ザルバックもしかして照れてるですか。そんなザルバックも可愛いですよ。そんなことはない。えへへ、あれ、破壊神の落ちできた穴、大穴の下に何か見えるですよ。あんなのこの森にあったかな。ちょっと見に行ってみたいです。本当だ、行ってみようか。でこの破壊神が落ちた大穴、この先にね何かがあるということなんです。こっちなんかあったかな、怪しいな、なんもないわ騙されたわ。行きます。この建物は一体何ですか。
こんなの初めて見たです。古い神殿のようだな。こんな風にしてこんな風にして偶然こんな発見があるとはな。こんなうるさいな、これな。誰やろ。でも扉は開かないみたいだね。何か手がかりを見つけたらまたここに戻ってくるといいかもね。そうですね、この冒険の途中にでもまたみんなで来てみたいです。そうだな、みんなでまたここに来てみよう。今はこの世界の脅威を排除することを考えよう。はいです。さて、アリシアは無事にラグナを見つけてこれた、アリシアは無事にラグナを見つけてきた頃かな。一度パルトリズムに戻ってみようか。ということでして、ここはまだ入ることはできません。扉、鍵開いてないので、開かないので。また、いずれ、まあ、こう終盤に来るダンジョンの一つです。なのでね、一体このダンジョンには何が、この神殿の中には何があるのか、こうご期待を。なんか僕、ほんまにシャープ前の方からずっと言うけど、こうご期待をばっか言うてるわ。ちょ、パルトリズム戻るわ、カットな。まあ、こんな感じで、プリュレの過去がね、浮き彫りになって、このザルバックとプリュレの出会いが、描かれた、イベントとなっております。ちょっとプリュレとザルバクの出会いをちょっと描きたいなと思った時に、まあどのタイミングで入れるかと思った時に、でも早めに入れとかんとな。ちょっとあんまの終盤の方に行きすぎるとプリュレに対する愛着がプレイヤーになくなっても嫌やし、ということで、ちょっとなるべく早めにしたんやけど、まあベストのタイミングがそこしかなかったわ。でパルトリズムついたら勝手にイベントが始まります。遅いな。あれから2日が経つけれども、アリシアが帰ってこない。やっぱり騙されたんじゃないのか。俺たちが帝国側の人間だと分かったから、今頃ラグナーたちと手を組んでいるんじゃ。どうだろう。それはないと僕は思うけどね。ラグナーもカロン君も特にこれといった大きな動きもないようだし。なあ、アリシアがちらって言ってた世界の中心だっけ。そこで何か危険な目に遭っているんじゃ。そもそも世界の中心って一体どこのことなんだ。何だったかな。世界地図の座標のちょうどど真ん中の位置にある島が、地中のど真ん中、すなわちコアに続いているらしいよ。コア？なんだそれ。簡単に言うと、この世界のバランスを支えるエネルギー源みたいなところだよ。言ったこともないし、あくまで噂だから僕も詳しくはわからないけどね。地図で見たら真ん中っていうのはガルゴン島ってことになるな。そこ、僕のふるさとだ。僕はそこの村からこの町に冒険家としてやってきたんだ。村、大丈夫なのかな。そうだったんだね。知らなかったよ。そうなるとコトル君のためにも、夜が明けたらガルゴン島へ行ってみようか。コトル君のふるさとの状況を確認しつつ、そこでアリシアやラグナ、カロン君の手がかりを探そう。ありがとう、ロアル。で、謎のカメラワークと。ということでして、世界の中心、ガルゴン島、そこにコアがあるということなんですけれども、そのコアっていうのが、まあ、後々物語の重大な、まあ、それこそこの物語のコアになるような出来事が起こんねんけれども、イメージとしては、地球あるやん、普通にこの僕たちの地球住んでる。地球の真ん中にその溶岩の塊、その、なんていう、コアがあるって、まあ、理科かなんかで習うんかな？てか、習ったはずやねんな。習うっけ？まあ、そのコアをイメージしてください。そのコアに、このガルゴン島から行けちゃうっていう話です、要は。超適当やけれどもな。ということで、ガルゴン島へ行ってみようと思います。ここですね。一回船で来たん覚えてますでしょうか？
で船こっから船降りたら街の中に入って積むっていうね結局修正してへんわ、修正しますまた。でこれガルゴン島入ると、まあ、ガルゴン村ですね。ここがあのリンジャーはコトルのふるさとです。ちょっと手抜き感が否めないけどねおお、コトルじゃないか、おかえり、船はまだ来てないぜ。でどうやってこの島まで帰ってきたんだまあそのツッコミが的確だと思います。でどこに行きゃいいんやったかな。あれアイテム屋とかなかったっけここ一応お母さんおるんでお母さんにちょっと話しかけましょうか。あのシャープ1以来の登場です。あらコトル、おかえり、だいぶ忙しくなったわね、ボキン君は楽しいだけです。お母さんのセリフこれだけです。久々に息子が帰ってきたのにこれだけです。意味がわかりません。もっと家族との会話楽しめよって思いました今。 MP アップレベル3、これもねつけといたらまあ後々役に立つかなとは思うねんけれど、まだつけるべきではない。あれここなんか魔法石とか売ってへんかったっけ。宿屋さん、あ魔法石売ってるわ、よかったよかった。いらっしゃいませ。でここで魔法石、あれ基本技、あれ黒魔法と白魔法ないんかまだ。うん、で4万円やって4万ぐらいあって、4使うから16万飛ぶん。ここで意味が分からへん。今20万あるからいいけどさ、ああなんかボーナス一気に使った感じやわちなみに宿屋は2500ぐらい、お前片田舎の村のくせに2500もとこれさ金欠になる原因さ、原因僕やんな完全にな。ということです、魔法石レベル5の方をちょっと紹介していきましょうか。基本技レベル5、こちらはですね、あグラビティスラム、敵一体にランダムダメージです。はい、使い物になりません。でマイティーガード、味方一人の防御力と魔法防御を強化する。これはプロテスト、シェルを同時掛けできるマイティーガードっていうね魔法があるんですけど、ファイナルファンタジーにそれからパクりました。で乱れ打ち、これ敵全体に4回攻撃する。これがマジでバランス崩壊並みに強いと僕は思ってます。でセブンスヘブン、これはあの敵一体に7777の固定ダメージです。ちなみにセブンスヘブンの名前の由来はファイナルファンタジー7のあのティファが働いてる店の名前です。ちなみにミダルウチもファイナルファンタジー5のあれカリウだったっけ、何やったっけ、カリウであんなが使えるアビティの一つです。でそしてこのグラビティスラムがなんとコールオブデューティーブラックオプス3または4のルインが使う、アビリティの名前です。ここでコールオブデューティー来ると思わんかったやろなあ、みんなびっくりやろ、何。じゃあ次は先人術レベル5を紹介しましょうか。レベル5、疾風、味方全員回避率と俊敏性を上昇、英雄、自分自身のあらゆるステータスを上昇。これ英雄っていうのが攻撃力、防御力、魔法力、魔法防御、これ全部上げます自分自身の。で疾風はまあただただ味方全員速くなります。で、剣技レベル5、フルショック、敵一体のあらゆる能力値を下げる。これ英雄の逆バージョンです。攻撃力、魔法防御、魔法、攻撃力、防御力、魔法力、魔法防御全部下げます。でコルダクランター、これ敵一体に氷属性の攻撃です。この時点で僕正直ネタ切れやったんですよ、剣技に関しては。でもフルショック以外なんか覚えさせなあかんなということで氷属性の攻撃を追加しました。この技が役立つかどうかは僕は知りません。で、狙撃レベル5、こちらが、フラッシュバーン、敵全員を暗闇状態にする。これ目を狙うの上位互換ですね。名前に由来としてはあのフラッシュバンです、手榴弾です先行手榴弾です。でしびれ罠、敵全体を麻痺状態にする。こちらの名前の由来はモンスターハンターですここら辺に関してはもうパクリ云々問題じゃないと思うね。それしかネーミングセンスが ねえもんって、名前の付けようがないもん。ということで
今撮影時間43分やからまあちょっと敵と戦って、この4つの魔法石新しく手に入れた魔法石の性能をね、紹介して終わりたいと思います。出てこいや敵、出てこいや、誰お前、あ、海で現れるやつここでも現れんねんや。おい魚、お前は完全に場所を間違えてんぞ。まずグラビティスライムがどれだけクソかってのをお見せいたしましょう。ちょっと一回みんな防御しといて。3971、え、結構強いな結構強いな。ちょ、もう一回やらして。あ、結構強いやんこれ。ちょっとギャンブル性があるけれども、普通の攻撃やったらさ、いくで、普通の戦うやったらリンは3、やっぱ弱いわあれ。でこの次、この乱れ打ち紹介しようか。これがね、ほんまにバランスブレーカーやと思ってる。むしろバランスブレーカーになるように僕は作った、ファイナルファンタジー5リスペクトとして。乱れ打ちっていうのが4回連続攻撃行うっていうな。しかもこれを敵が1体やったら、その1体の敵に対して4回行うから、今3000与えてたやろ、 3000×4、 1万2000のダメージ与えるってことやからな。めっちゃ強いやろめっちゃ強いからこそ MP8 乗にしたもん消費で、あれを気合と貯めて、でさらにあのローアルちゃんは先人術の闘志で攻撃力上げるやんか。普通に5000とか終盤になったら1万のダメージを4回連続で与えることになるからな。めっちゃ強いやろ。もうそれを狙いました、正直ここら辺に関しては。で次、狙撃のどこに紹介するもんでもなんかしびれはないとこか。で次にザルバックも疾風使って、でコトルはフルショックでこいつらの能力を下げてみようか。魔法病、うん、全部下がったね、素晴らしいね。でしびれ罠で、あ、確率何パーやったかな、シビレワナ。で、疾風でこれで、回避率と俊敏性がやたらと上昇します。フラッシュパンと、英雄ちょっと使ってみようか。で、コルダクランタ、マジでこれ意味わからんからな。何のために作ったかほんまにわからんからな。あ、いいね、いいね。ちょっと待って、428? クソザコやん。あれマジで誰も使わんと思う、ほんまに。なんでこんな技作ったん、僕意味がわからへん。なんかもう終盤になってきてさ、まあ、まだ中盤やけど、まだ中盤になったぐらいからか、だんだん意味がわからんことをしてるよな僕な、というわけでして、まあ軽く魔法石の紹介も終わったということで、次回、改めてこのガルゴン村を紹介しようと思います。まだこっちのね建物入ってないですが、まあ、こちらの建物も紹介しつつ、物語を進めていこうと思います。それでは本日は、ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価もお忘れなく。ちなみに視聴者の皆様、リン、ローアル、ザルバック、コトル、セーラ、プリュレ、まあ、このね、バトルメンバー6人いますが、一体誰の太ももが大好きですか？誰の太ももが大好きですか？